今回紹介するのは、言葉は国家を超えるという本です。日本語と文の構造ばかりか、表現方法、つまりものの感じ方までもが共通する言語が世界には多く存在する。世界の見え方が変わる。ウラルアルタイ言語学入門この本は、ウラルアルタイ言語学の理論的そのものの話ではなく、 そのような説の「歴史に関する本」だというマインドセットで読めば納得ののいいくものだと思います。言語愛好家として聞きかじった知識では比較的近年まで日本語の起源を研究するのはタブーだとされてきたが少し変わりつつあるという認識でしたのでこのような繰り返しになりますが挑戦的なテーマを扱った書籍ということで。 最新の研究動向に触れられるのかと勘違いしてしまいましたがこの本で学べる限り音の比較ではなく著者の押すところの類型論的なアプローチによるウラルアルタイ語説をサポートする証拠は藤岡正司氏の1908年の講演内容14の共通特徴165ページ徳永康紀源氏の1959年の 固め項193ページと古いものだけで、最近の話や今後の研究の広がりの可能性に期待を持って読むとしょんぼりすることになると思います。ウラルアルタイ言語学入門を検伝する割には、上の証拠となる説についての紹介も物足りなさ感じ、例えば、執筆中に思いついたように各脱線した話に変えて、 母音調和の仕組みでも詳しく書いていただければより面白かったのではないかと思います。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。